ルシ君、先入観に毒されて、瞑想するー。こんにちは、ルシです。戻り梅雨みたいな天候に並行気味な、ガブでーす。今日は MGC さんの VP70 の続編らしいけど、相当マイッチングマチコ先生になっちゃったみたいね。白い恋人たちが黒い既婚者たちになるまでに少し間があるから、大型連休中に何かやろうと思って手をつけたんだけど、歯切れの悪さが現状を表しているわ。やったことは多いけど何一つまとまらなかった。まあとりあえず順番に話していくから、最後は視聴者様に判断していただきましょう。では早速行ってちょんまげ。最初に描いたストーリーは、CP カートリッジで3点バーストを狙うだった。だが振り返ってみれば、今回のトライは最初から先入観に支配されていたんだよ。どういうこと？つまり、純正品のオープンカートは使えない、という概念が始める前にすでに出来上がっていたんだ。要因はいくつかある。1、タマコンによる低評価。2、発売当初、MGC が能力不足を認めていた。3、全国のハッカ派さんたちの証言。これらを元に総合評価すれば使えないの判断は間違いとは言えないよね。でも、間違いだったってことなの？そうとも言えないもどかしさ。先に進むよ。さて、凝り固まった先入観の中、CP の試作を始めたんだけど、これには別のテーマもあったんだ。本戦もままならないのに欲張りなこと。これより少し前の話になるが、将来的に小型のカートリッジが必要になるとの情報を得ていた。それを踏まえてボディ側のシリンダー内径をファイ 4.5 で設計したんだ。そしてつなぎのネジ部は M6 ピッチ 0.5 とした。キャップ火薬が5ミリなのに大丈夫なの？そのための確認だよ。今思えば、行き先を暗示しているかのごとき暴発突発での指導。ルシ君的に、不安を感じてたわけ？いや、逆だよ。不安どころか、こや楽勝だなぁ、と脳天気。ただし、シリンダー内径のファイ 4.5 は NG だった。キャップ火薬の着脱が力づくの作用、一般向けとは言えない。そこでシリンダー内径ファイ 4.8 で4個追加製作。悪くないんじゃない？微調整でなんとかなっちゃう雰囲気よね。でしょでしょ。つうことで。微妙、というか、ダメなんじゃない？ここでの状況は暴発突発の繰り返しなんだよね。普通に考えれば暴発はデトネーターが長いことが真っ先に要因として挙げられるだろう。そしてデトネーターが長いにもかかわらず不発が頻発するとすれば、ストライカーに問題があると思うのが一般的じゃないかな。なんか見え切らないわね。実際のところどうなの？今となって言えば、この時点でのデトネーターの長さが適正であったかは不明だけど、決して長すぎたわけじゃないと考えられるね。そしてストライカーの機能そのものは発火させるに足る状況にあったように思われる。改めて言うが、今となっては、です。じゃあ、この時はどんな思考だったの？ストライカーに問題あり、でバイアスが強烈にかかってた。そこでとりあえず暴発対策としてデトネーターを短くしたんだ。そして暴発がなくなったら、どうなったの？全くと言って良いほど発火しなくなった。そこでもう一度、ストライカーだな。でバイアスが増幅されたわけだよ。もしストライカーに問題があるなら、どんな対策が考えられるの？まず思いつくのはストライカースプリングの強化だね。そして次にストライカーの重量を増加させて慣性力を高める方法。もちろん、同時進行で行いました。ストライカースプリングの強化方法としては、M3 用のワッシャーを前方に数枚配置しスプリングを圧縮する。ストライカーの重量増加方法は釣り具用の重りを加工しウェイトとしてネジ止めしました。厳密に言うと、ここから調整しワッシャーの枚数は減らし、ウェイトも薄くしています。BGM も変わったってことは、期待値大ね。結果は？
両方とも ?M3 ワッシャー、ウェイト増加、合わせ技も。ねえ、ルシ君、これって別の要因があるんじゃないの？ストライカーとは別の何かが。いいねいいね、長年付き合うと思考が同期してくるよね。まさに迷宮への入り口に立たされた感満載。そしてためらうことなく迷宮へと突き進む。なんか私としては納得できないお言葉なんだけどな。つまりだよ、普通ならば、言い換えるなら常人ならば、今の方向性が間違ってねえって思うわけさ。たとえストライカーに問題があるにせよ、病院が違う、対処が違うってことになるはず。だけど狂人は、カートリッジの種別による発火性の良し悪しが、なんて思考に至っちゃうわけですよ。完全に意味不、説明して。つまり、同じ打撃力でも発火性の良い構造と悪い構造があるのではって考えちゃったわけだよね。具体的に言えば CP と PFC では発火性に差異があるんじゃないかって思ったわけさ。ここに純正のオープンカートを加えてもいいけどね。ということで PFC を作っちゃいました。とはいえ世間様に出回っている PFC ではなく、飛行場参考にしたカートリッジという方が正しいけどね。いわゆる PFC もどきです。そしてここで、タマコン登場。ブローバック能力の増加もさることながら、発火性増加にも使えるんじゃねえ？ってことで、この場合は、数値が低い方が優秀ってことでいいのかな？はい、そう考えてもらって良いです。思惑通りの結果になっちゃいましたが、作為的ではありません。また、試行数が少ないので絶対値とは言えませんね。なお純正品の場合、ギャップ火薬が7ミリなので同一基準とは言えません。以上のことを踏まえて、この結果は参考値として捉えてください。これで、いよいよビシッと決まったわけね。ダメダメちゃん。論外、そして、とどのつまり、迷宮の曲がり角で、こや、個体差じゃねえ、とか言い出すわけですよ。そしてまたトラップが仕掛けられているんだな、これが。もしかして、違う個体を使ったってこと？わい、そうだす。バックアップ機登場でござんす。そして、そこに仕掛けられた罠にまんまとはまったって次第。何これ、一昔前のタニオアクションじゃん？そう、メインスプリングがストライカースプリングに負けて、スライドが下がっちゃう。そして、これを見た瞬間。ああそうか、前の個体も前方で停止してなかったってことだ。って、解釈しちゃうわけさ。対策としては？極めて簡単、メインスプリングを強化すればいい。今までの状況から CP も PFC もブローバック能力は十分すぎるほどある。だから、メインスプリングを強化しても何ら問題はない。とはいえ、大体のスプリングがあるわけじゃないからスペーサーを作った。これで完璧ってことね。そうはいかの金玉タコが引っ張るって話で、完璧ではなかったんだよ。え、じゃあどうしたの？カスタムスプリングを発注。総費用5000万円を超えました。お大事ね。冗談はともかくも結果は？ここまで来たら、その後も完璧、なのよね。きっちり決まれば決まるほどダメダメちゃん。つーかその時点で気づけよって話ではある。かさぶたを剥がすようで申し訳ないけど、詳細を説明してくれる？はじめにも言ったけど、そや視聴者様に判断していただくとして、やけくそで純正品カートリッジを試したよ。
なんか悪くなさげ。とっても皮肉な結果だね。途中でもそれっぽいのはあったけど、最後は弾丸散髪だったからとりあえず3点バースト。単なる暴発だったかもしれないけどね。追いかけなかったの？残念だけど追いかけられない状況に至った。全国のハッカ派さんの指摘通り、ファイアリングプレートが破損したんだよ。なんとかならないの？これだけのために売買機を買うっていうのはためらうね。自作の方向で検討しているけど、かなり難易度は高い。うちくんでもむずいのか。でも気長に待ってるわ。そう言ってもらえると助かるよ。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。